バクシャーリー写本で使用された数字。オックスフォード大学のチームによって、右端の黒い点が最古のゼロ表記であることが特定された。バクシャーリー写本は、今のパキスタンのバクシャーリー付近で発見された文献。西暦4世紀から5世紀頃に書かれたとされる。サンスクリット語のシャーラダー文字で書かれており、古代インドのベーダ時代と古典気をつなぐ数学の、 貴重な文献として知られている。1881年、バクシャー・アリー村の付近で廃墟を掘り起こしていた農夫が発見した。カバの樹皮に書かれた70枚ほどの文献があり、現在はオックスフォード大学の図書館に収められている。発見後にルドルフ・ヘルンデによって一部が英訳され、その後、注釈付きで GRK が英訳した。写本の著者は知られていない。 学者アリー社本は、規則と、その例題が集められており、次のような順番で書かれている。規則、例題、解健算。算術と代数が中心で、幾何学的な旧脊問題も含まれている。算術の例題には、分数、平方根、損益勘定、利息、算数法などがある。代数の例題には、一次方程式、二次方程式、 連立方程式、不定方程式、等差数列などがある。奇数法においては、例や未知数を表すために点が用いられており、位取りに発展が見られる。ベーダ時代やジャイナ教の数学と比べ、世俗的、実用的な問題に適用される問題が多い。またシュルバスートラにも見られた無理数の近似値について、精度を増し、ジャイナ教時代の数列の研究が進められた。 ありがとうございます。